けましておめでとうございます。これがマリッカ家のおせち料理ですね。素晴らしいでしょね。作ってくださる方がいます。はい、幸せです。はい、はい、焼き上げです。これからいただいてみたいと思います。今年もよろしくお願いします、はい、あ、野田クリスタル好き。マリッカはね、職場で紅白藤風見ちゃいました。大好きです。はい、開いた。さあ岡村隆史どうだ。それはいただきます。はい、すいませんでした。うまいっす。はい、みんな全然ね、お笑いの人知らないんですよ。ミラクルフェイス奇跡の顔ですか、はい、いただきます。今年もよろしくお願いいたします。今夜の富士では、ね、何から食べようかなっていうところですけど、やっぱりね、肉食女子としては、はい、それですね。生ハムいただきます。めっちゃうまい。あと手作り生酢ですね。値段目は手作り生酢。なんかこういうのってキャンプの人がいますよね。マルビさんとかね、そういう人たちなんですね。なんかマリッカもできるかも。今年は食レポやってみようかなと。お楽しみですね。家族が作った、本当に天才なんですよこれは結局最後は自分次第。パッケージのこれね、はい、この世界に自分らしく踏み出してこ、うん、おいしい。私が好き、おいしい、おいしい。世界が好き、アリシアクリニック、はい、普段ね YouTube しか見てないからね、テレビねあんま見てないんですね。なのでまあニュースとかはね、次鶏肉ね、これうん、うわ、うん、まあですね、うん、これねすごいおせちね、何から食べるかというと、先のマス食べたけどね、やっぱりカツノコです。はい、うん、おいしい。うん、幸せね、うん、感謝しないとね。本当に今年もよろしくお願いします。うん、何やろこれ音楽、うん、あ、コパカバーナ藤風さん
香ばしいよ、ニンニクと味がする。これは
肉に合うね、はい、肉食女子ですから、いただきます。肉食女子だけど、肉が好きなだけですけどね。次はね、お刺身をいきたいと思います。上手だね。はい、何を食べるか迷いますが、タコだね。タコ。タコ食べる。タコだからね、私。そして新しく、そうですね、ね、鎌倉とか美味しいところ行った時に食レポもねしたいと思います。すっごくねいいお店がたくさんあるね、みんなも見たいでしょ、はい、そういうので、ね、皆さんを美味しいとこ連れてって癒しの旅。ただねマリカがねこのままね今もまんまるまんまるですけど、まる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 しちゃいけないので、普段ねちょっとこう控えて、おいしいもん食べるときは、皆さんなりに美味しそうだなって思ってもらえるように提供していきたいと思います。はい、でも今日は元旦なので、いただきます。はい、ありがとう。では、アストロビスタ。Amigo.